Hello， 亲爱的观众朋友们，大家好！就在刚才啊，突发的一个消息，老任提前放出了《塞尔达无双：灾厄启示录》的试玩版本。那我们现在就话不多说了啊，直接进入游戏，一起来抢先体验一下。勇敢なる兵士たちよ、今ハイラルは未曾有の危機に直面している。厄災ガノンの復活が予言されてから早数年、神獣を発掘し古代遺物の研究を進めてはいるが、とても十分な備えとは言えぬ。各地で魔物たちがこれまでにないほどの広がりを見せ、このハイラル城にさえ敵の手が迫っておる。まずは平原にはびこる魔物を打ち払い、厄災への備えの新たな一歩とする。震え兵士たちよ、出陣せよ。
謎のガーディアン、謎の塔、考えていても全く分かりそうにありません。なんです？お待ちなさい。皆、見事な働きであった。はっ。よかった。あなたも無事だったのですね。はい、姫様。ちょうどプラからシーカーストーンを。シーカーストーンに投影されたガーディアンのメッセージ。そこには、自分がゼルダを救うため、厄災のただ中から時間を遡ってきたのだと記されていた。インパは、そのガーディアンと
突如平原に出現した塔の調査を古代遺物の研究者であるプルアとロベリーに依頼することを提案。ハイラル王は彼女の提案を聞き。やりました。美味しそうですね。美味しいです。